こんにちは、ハッキングサムヘルマットのマリアマでございます。お久しぶりでございます。バタバタしてたらもう年末になっちゃいました。はい、やっと落ち着いたんで動画出そうと思うんですけども、まあ今年もね終わりなんで、まあ2022年のねベストアルバム10枚ねほど、紹介したいなと思います。自分全然新譜聞かないんですけど、その中でもいいなと思ったものをね紹介していこうと思います。で、なんか邦楽ばっかになっちゃいました。なんですけど、まあまあご了承ください、ご了承ください。まあ別にいいよね、邦楽でも。はい、そんな感じで紹介していきます。アノラックのセルフタイトルでございます。まあアノラックってね、日本の東京のね絵も、ポストハードコアシーンで結構まあ有名ではあったんですけども、まあ、若手でね結構有名であったって感じなんですけども、やっとねアルバムが出ましたという感じです。でアルバム出す前にくだらない一日もやってますね。高根さんね脱退しまして、はい、どうなるんだと、てかもうツイートでなんかちょろっと言ってただけの情報だったんで、あれ本当にやめんのかなって感じだったんですけど、本当にやめて、でその後ね無事ギターも見つかって入って、でそっからアルバムできましたという感じなんですけど、いやいいですね。はい、かなりね曲のタイトルがね全部、東京のね地名になってます。吉祥寺、新宿、渋谷、聖蹟、桜ヶ丘とか、なってますね。なんだろう、これをね見て思い出すのがやっぱね、イントゥイト・オブ・バイトの12タウンスですね。これも曲のタイトルがね地名になってます。まあそういうところでねなんか繋がってくるのかなと、繋がってくるというか、まあインスパイアされて、できてるのかなという感じがしました。もう待ち望んだ、アルバムっていうことでね、もうめちゃめちゃいいですね。もうかなりそのまあアルペジオですね。リバイバル系のエモっていうと、やっぱそのギターのねアルペジオのタッピングとかね、いろいろ使ってもう超細かいアルペジオをやるっていうのが、まあ定石というかね、定番なんですけど、まあそれもふんだんに使って、でまあ時折シャウトするボーカルもあり、メロもキャッチーですね。すごくいいです。エモだったりね、エモリバイバル系のバンドの中だとやっぱ頭一つ抜けてるなという感じがしましたね。はい、はい、まさかの一人目話したら、レック止まってました。はい気を取り直してテイク2行きたいなと思います。ザ・ハッチのシェイプオブロートゥーカムですね。ザ・ハッチはね北海道出身の4ピースバンド、ドラム、ベース、ギター、そしてボーカル、トロンボーンというね、ちょっと変わった編成のバンドになってます。ファーストはですねかなりそのアバンギャルドというかね、シェラックっていうねバンドがアメリカにいるんですけど、スティーブ・アルビニがやってるねバンドです。かなり硬派なね、ビートにめちゃめちゃ鋭角な尖ったギターが乗ってるって感じの、まあポストロック、ポストハードコア、まあアバンギャルドというかね、まあそういう感じのバンドなんですけど、まあかなりシェラックからね影響を受けたであろうね音になってました、ファーストは。でさらにトロンボーンが乗ってきて、もうめちゃめちゃカオスなね音になってましたね。でボーカルもかなりシャウトしまくる、叫びまくるボーカルだったんですけども、セカンドかなりねプログレになってましたね。かなりこのリフ、ギターのリフで聴かせるみたいなパターンが増えてて、でボーカルもね、ちゃんと歌になって、ちゃんと歌になってたというか、メロをねちゃんと聴かせるボーカルになってましたね。もうこんな変わるんだっていう、かなり界隈がねざわついた一枚でございます。衝撃のセカンドアルバムでございました。で次、憧れの憧れ in the basement というねライブ版でございます。こちらはですね無観客ライブの模様をね、映画でねやったんですけども、それを音源化したものでございますね。憧れはですね東京で活動している4ピースバンドで、ベースです。ギターが2本いて、ボーカルがいて、ドラムという感じですね。はい、でドラムはね元オールドジョーの、楽がやってます。グリンプスグループもやってますね。はい、でもうねやっぱライブ版だから熱量、無観客でも熱量がすごいですね。ギターがねかなりまあ爆音なんですよ。はい、まあドラムのね音もめちゃめちゃでかいんですけど、はい、爆音で最高なんですけど、ベースとしてはロックンロールなんですけど、パンクだったりね R&B というかヒップホップだったり、そういうノリも入ってきます。その中でもめちゃめちゃ歪んでるギターの中でも結構ねアルペジオだったり、なんだろう、リフだったりがねかなりこのグランジ的なね、90年代のオルタナみたいなノリが結構入ってまして、めちゃめちゃ面白いというか、まあ好みの音になってるんですよね僕の。はい、ロックの
初期衝動を詰め込みまくってる一枚になってるんですけど、それでもこのかなり洗礼はされてるっていう感じで面白いです。これ聞いてみてください。回ってるね、はい。次ダブル OD の感情ですね。都内中心かな、はい、活動してますね。ドラム、ベース、ギター、ボーカルでですね、まあ、ダブル OD ここまではね結構ガレージ寄りだったんですけども、今回かなりこのグランジ的なね、色味もかなり見せてくれたなと思います。まあガレージとグランジって結構似てるっちゃ似てるんですけど、まあもうちょっとダーティーな感じがグランジかなって思ってます。まあガレージとグランジのねちょうどいいところを今回ついてきてまして、 あとねイカロスっていう曲の PV がねストライプスのセブンネーションアーミーのオマージュになっててね、これも面白いんでぜひ見てほしいんですけど、なんだろう、2000年代以降の、まあ、ガレージリバイバルとかありましたけど、その辺の影響を受けてるのかなって感じですね。その上でかなりその、まあ、日本のロックバンド、日本語ロックのバンドのね、まあ、ノリっていうか、まあ、歌メロですね、歌メロの良さみたいなところも乗ってきててね、すごくちょうど良くて気持ちいいですね。ちょうどいいし、でも尖った部分もあって、面白い一枚でございます。1枚ごとに回ってくか確認してくわ。マスドレのアウェイキングスリーピングでございます。4年ぶりのねアルバムですね。マスドレはもう僕の世代のバンドなんですよ。僕高校の時にファーストが出たんですね。以前はねアボカドレコーズですね、ドライアーズダストとか、チョモとかね、ロストエイジも一瞬出してましたけど、まあそういうところでやってましたね、はい。で今回はね大阪にあるフレークレコーズですね、ダワさんがやってる、レコード屋から出してます。そう、マスドレがね、もともと神戸のバンドだったっすよね、確か。なんで、まあ、もう窮地の中ですよね、ダワさんとは、おそらく。まあ、メンバーチェンジも何回かってか、してまして、ギターは今、オグさんがね、チョモのオグさんが弾いてますね。オグさんになってからかなりストレートというか、もっとね、昔複雑なアンサンブルだったと思うんですけど、よりこう、シンプルになっていったなという感じでございますね。で、今回もまあ、かなりシンプルで、いいですねって感じなんですけど、最後の曲ね、ジャスト。これ、まあもうジャストっていう曲名もそうなんですけど、シューゲイザーというかもう、マイブラのオンリーシャローをね、彷彿とさせるシューゲ曲になってます。これ、シューゲイザー好きな人はね、もうぜひとも聴いてくださいね、これは。聴いてくださいね。っていう感じです。これ、また、新境地なね、曲も入ってます。ということで、ぜひ聴いてみてください。ザ・ティバの、オンディスプラネットでございます。ティーバーはね2ピースの女性2人のバンドですね。ギターボーカルとドラムだけです、はい。こういうバンドね、ストレープスの影響を受けて、まあなの2010年代とかねその辺ぐらいに結構ちょろちょろいたなって感じだったんですけど、ガレージじゃないんですね今回ね。まあローファイですね、はい。かなり気だるいというかスカスカにさせるために2ピースになってるっていう感じがします、はい。ローファイターとサイケデリックみたいなところもその気だるさっていうところで入ってるかなって感じがしますね、うん。まあ、2010年代ぐらいにねよくいた、よくいたっていうか、まあ、US インディーの方で、あった雰囲気があるかなと思います、うん。ローファイのねペイブメントから影響を受けた2010年2000年代ぐらいのローファイのバンドに影響を受けてるのがティバなんじゃないかっていう感じがしましたね、はい。まあ、こっからが結構面白いバンドかなと思います。はい、次ですね。次はくだらない一日のリバウンドでございます。くだらない一日はねめちゃめちゃ好きなんですけど、まあベースとしてはねエモ、ポスト、ハードコアみたいなところなんですけど、まあそのねサンプリング的なね要素をねすごく入れ込んでるなと思うんですよね。まあもう王道ですけどアメリカンフットボールのネバーミントからリフとメロディーをですねこう引っ張ってきたり、あとミネラルですね、ミネラルのパーキングロットからリフを引っ張ってきたりね、そういう感じで、まあもちろんその界隈への目くばせみたいなところもあるとは思うんですけど、それ以上にね、そのリフをこうやってここでこう使うっていう面白さと、まあそのリフ自体がめちゃめちゃいいんで、やっぱねもう鳴らし直してもめちゃくちゃかっこいいんで、
知らない人でももちろん楽しめますという曲になってますね。そういうのが面白いんですけど、 あとね、ジャケット、昔のジャケットがこのウィザーのね、ブルーアルバムのねパロディーになってるんですけど、着てる T シャツがテキサス・オブ・ザ・リーズンっていう、この二重のね、二重のメッセージが込められてるっていうのがまた面白いですね。で、今回はですね、その再録してる曲が結構多いです。レッドアイズとかアメフトとか劇場部とかね、あの辺とか結構前も入ってた曲だったりするんで、くだらない一日の入門としてもすごく入りやすい一枚になってますね。聴きどころとしてはもちろんもうアルペジオですね。ギターのアルペジオがもうむちゃくちゃ細かくて動きまくる、ツボを押さえたね超テクイアルペジオ、これはぜひ聴いてくださいっていうところと、あと PV もですね、ダッチくんが撮ってますね。もうなんで急にダッチくん出てきたって感じなんですけど、宇多田ヒカル撮って、水管撮って、でもう自分のバンドもやって、急にくだらない一日の PV も出てくるみたいな、ちょっとすごい、もうよくわかりませんね。もうすごいです。まあ日本のミュージックビデオ業界をね牽引する人ですね、完全に。まあその人が撮ってる PV です。もうぜひ見てください。次、中村佳穂のニアですね。これが僕フジロックで配信で見たんですけど、まあ面白いなこの人って感じで、で音源聞いたら、まあ、さらにすげえ内容だったという感じですね。もうなんか僕が説明できんのかって感じなんですけど、説明ってか、この良さを解説というか紹介できんのかって思うんですけど、アートとエンタメのすごい中間にあるなって感じです。まあ現代音楽とポップの良さっていうところですね。だし、なんすか、この人どんだけいろんな音楽聴いてんだって感じがすごいあるんですよね。なんかフライングロータスみたいな曲というかビートもあったりするし、まあその R&B みたいなね、音っていうか声のね、声とかコーラスの掛け合いでこう見せたりするところもあるんですけど、そう思ったらなんかギターがねすごいなってきて、すごいもうむちゃくちゃなギターソロが入ってきたりするっていうね、もうジャンルをね、いろんなジャンルを行き来してできてる曲だなーって、曲てかアルバムだなーって思うんですけど、まあ本当に音楽的素養がすごく広い人なんだろうなーって思いますね。その初めてね七尾旅人を聞いた時の感覚に結構近いかなって思ってます僕は。で次は踊ってばかりの国パラダイスレビューでございます。踊ってばかりは関西出身のね5ピースバンドですね。ドラム、ベース、ギター2人、ギターボーカル、ギターが3人いますね。はい、っていう感じです。まあ音としてはサイケ、ロックンロールっていう感じだったんですけど、どんどんねこのポップになってきてるというか、どんどん聴きやすいね、バンドになってきてますね。で今回ね、オープンリールっていうね、これ見たことありますかね、こういうやつ、オープンリールで撮ってます。かなりアナログな方式で撮ってます。で今回ね、ギターの丸山さんは、エレキガットギターを使ってますね、前編。エレキガットっていうとまた何でしょう、アコギターもまたちょっと違うんですけど、まず弦が違いますね。はい、っていうのと、丸山さん使ってたのはね、このホール、音拾う穴がギター開いてるんですけど、それもなかったですね。ガットギターの特徴なのかちょっとあんま分かってないんですけど、まあそういうね特殊なギターを使ってます。でこのアンサンブルの中にずっとエレガットが鳴ってるんですけど、これはこのエレガットが面白いですね。面白いっていうか、もうエレガットでしか出せない音が出てて、さらにこの何でしょう、それが溶け込んでて、踊ってばかりでしかなり得ないアンサンブルになってるっていうのが面白いところですね。であと下津さんのねボーカルにもかなりこのエフェクターというかディレイとかリバーブですね、これをかなりかけてて、いろんなところでね、まあそういうのもあってね、すごいレディヘみたいなね感じにどんどんなってきてるなって感じがありました。レディヘっていうかトム・ヨークね、トム・ヨークとか結構このなんだろう、ハミングっていうか、なんていうんですか、スキャットではないか、なんかそういうの結構感想とかで入れてきたりするじゃないですか。まあそういう感じをね匂わせる要素が結構入ってたなと思いましたね。あと下津さんのね歌詞、今回もですね、かなり尖っててね、あの戦争だったりコロナのことを歌ってる曲が多いですね。やっぱそういうところも含めると、今年ね聴くべき一枚なんじゃないかなと思います。はい、最後はですね、ブラックカントリーニューロードですね。これはセカンドでございます。全然知らないバンドだったんですけど、フジロックの配信がすごく良かったんで、
そこから聴きまして、というかこのアルバムむちゃくちゃ聴きましたね、今年。すっげえ良かったです。ロンドン出身のバンドですね。このアルバム出た当初までは7人組でしたね。ドラム、ベース、ギター、ギターボーカル、キーボード、バイオリン、サックスっていうね、なかなか見ないこの2人、バイオリン、サックスがもう正式メンバーでいるっていうね、これまた面白い編成なんですけど、この編成で何やんのかっていうと、ポストロックをやります。これでポストロックやんのかっていう、すごい贅沢なねバンドです。めちゃめちゃいいし、そのやっぱねサックスとバイオリンがいるってことで、かなりねアカデミックというか、この上品なね音になるんですね。このポストロックという、まあアングラっちゃアングラのジャンルがね変化するっていう、面白いですねこういうところ。このセカンドアルバムね出してボーカルはやめちゃいます。確かにこのセカンドアルバムを聞くとね、やめんの分かるなっていう感じの突き詰め具合、かなり自分をね追い込んで作ったんだろうなっていう感じがしましたね。まあ、そっからは前の上物4人がね入れ替わりになってボーカル取ってね歌っていきます。まあベースも歌うか、はい、っていう感じですね。あ、ちなみにベースはね、カール・ハイドだっけ、アンダーワールドの娘さんですね。はい、すごいですわ、はい、この一家すごいですわ。でファーストの話からすると、ファーストは結構マスロック的というか、スリントですね、アメリカのスリントっていうバンドの影響がすごいあるなと思いました。ものすごいこのスリリングというか、緊張感がすごいある音の上にキーボードとバイオリン、サックスが乗ってるっていうところで、ポストロック、マスロックの中でも、その中でもかなりこの浮いた存在というか、一個抜けた存在だなって思ったんですけど、だなというか一個抜けた音がしてたんですけど、そうなんですけど、このセカンドを聴いたらね、かなり開けた一枚になってたんですよね。結構ポップで、まあマスロックっていうよりは、このポストロックのこのダイナミックなね、展開みたいな、なんだろう、モノみたいなね、感じが近いかな。日本のポストロックのバンドで言うと。まあ、海外だとモグワイとかね、言いますけど。まあ、そういう感じの展開がすごいダイナミック。みたいなところも取り込んで、まあ、そういう感じのね、なんか面白い変化の仕方をしたなと思ったんですけど、ボーカルがこれでやめてしまうと。だからモグワイは、そのギターのね、倍音というか、もう音のデカさでこう展開をバーンって見せるんですけど、ブラックカントリーニューロードはどちらかというとね、この、どちらかというとっていうか、ギターはそんな歪んできたりしないんですけど、サックスがこう入ったり、この各楽器の足し引きでこうダイナミックをこう見せていくっていうのが、今までのポストロックになかったなと思いますね。これ面白いですね。だから次のね、サードとかね、どうなるのかね、かなり楽しみなバンドでございます。で、来年もね、来日もあるんで、ちょっと気になりますね。行きたいんですけど、予定合えば行こうと思います。以上10枚でございました。あとね、もう一個、シューゲーのアルバム言っとくと、なんでしょう、フォートレシーハイドのね、新譜。これかなり良かったですね。最近聞いたんで、全然詳しく言えないんですけど、全然ざっくりなんですけど、良かったんで、ぜひ聞いてみてください。で、今回紹介したアルバムですね、Spotify のセットリストじゃないや、プレイリストね。はい。プレイリストを作って、編集中のね、僕が、なんか、多分頑張って作ってるはずなんで、概要欄に貼っておきます。はい。良ければね、聞いてみてください。で、多分これね、今年最後の動画かな。動画は最後です。で12月30日に一応生配信をする予定でございます。はい、よければねぜひ来てみてください。時間はあんままだ決めてないですっていう感じで、今年も1年ねありがとうございました。また来年ねお会いしましょう。はい、という感じで、コメント、高評価、チャンネル登録よければお願いいたします。それではまたお願いいたします。